お誕生日おめでとう。プレゼントはハグミたちが思う儚いものだよ。ありがとう。これはスノードームかい？うん、ゆっくり雪が舞って幻想的で儚いなって。それにキラキラでとっても綺麗よね。お部屋にも飾りやすいと思うんだ。ああ、なんて儚いプレゼントなんだ。けど儚さを尊重するみんなの気持ちこそ、ああ儚い。喜んでもらえたならよかった。スポーツは得意だよ。題材になっている映画をいくつか選んでみました。シェイクスピアの作品ではなく、それを元にした物語か。これはとても儚いね。ありがたく見させてもらうよ。